おはようございます。こんにちは。こんばんは。バンドじゃないもんのサディスティックブルー担当、グミちゃんこと、七瀬グミです。はい。ディープマリンブルー担当のももちゃんこと、アマテラスあももこです。今週はブルーツインズでお送りします。イエーイ。久しぶりのブルーツインズ会だね。久しぶりだね。2回目かな。2回目。うん。ブルーツインズはね、うん。昨日ちょっとね、うん。メールしたよね。メールしたメールしました。昨日ちょっと昨日あってね、いろいろありましたね。そう、昨日ね、うん、ポニキャンのね、はい、トイレで事件は起きたんですよね。起きました、ね、起きてなかったんだけどね。そう、起きたかと思われたグミがトイレにいてシオとたまたま会って話してたら、うん、でそれ話してて出たらそこにモモがいたんだけどモモがすごい勢いで走って逃げたの、うん、だからそれでなんかもしかしてなんか悪口を言ってると思われたかなと思って、うんうんうん、走って逃げたからやべえみたいなこっち見てから走って逃げてからなんかこれはと思って、うん、夜もうトイレの前でなんか話聞いてたみたいな来てそうでももは本当に聞いてなくて何があったかというと、昨日そのポニキャンの本社でニコ生の後あと15分で全員出るよみたいな感じだったから、うん、もう急いでてその日に受け取った今度発売するブルーレイの外ゴミをわーって取って、うん、ガー走ってトイレの前にあるゴミ箱にゴミをバーンってインして、個人的には自分的には何も見ない感じでバーンって走り去ったそれがね、グミシオがトイレから出てきたタイミングとバッチリ合ってて、ね、多分そっちから見たらバーンって見てバーンって逃げたみたいなでシオがモモが怒った顔してたみたいな言っててモモただね、必死の形相で片付けなきゃってなってたなんでってなってねそう、誤解が解けてよかった。そう、夜中にね、ちょうどそのメールが来たからね一人で震えて何と思って何が起こっているのみたいなよかったです。よかった、うん、何事もなくて、何もなくてよかった平和でした今日も、うん、それでは行きましょう。バンドじゃないもんのオールナイトニッポンモバイルなんだもん。改めまして、私たちアイドル界のミクストメディアバンドじゃないもんです。この番組は人類モンスター化計画を実現するため、私たちバンドじゃないもんのメンバーがてっぺんを目指してあらゆることに挑戦していくウェブラジオです。まずはメールを紹介しましょう。はい、読みます。バンモンネームふみゆめさん。はわの人間誰しも自分では気づいていない癖があると思います。そんなメンバーの奇妙な癖をぜひぜひ教えてください。ちなみに僕は了解とか任せとけの意味を表すとき、親指を立てながら小さくサイドチェストを決めているらしいですサイドチェストね。サイドチェストって分かんなくてね、うん、さっき調べたらなんていうの、ボディービルダーの方が筋肉を見せつける時のポーズらしいね。らしいね。ね。そのポーズをするのが癖なんだしかも決めてるらしいだから自覚ないっぽいから癖なんだろうね。それ結構すごいね。ね、うん、なんだろう、バンモンメンバーの癖は。グミちゃんは、うん、よくなんか作業してる時とかに、うん、周辺をすごい歩き回ってるイメージがあるそうだね。丸くね。そう。くるくる回ってるよね、うん、広めに回ってる。なるべくスペース使ってねやってるね、うん、あとなんだろう、バンモンメンバーだったらみーちゃんがね、うん、なるほどって言うけどあんまり納得いってない時に言うなるほど納得いってない時に言いがちだよね。そうなるほどっていう低めのちっちゃいやつねよく聞くわ、たまに、うん、大事な話の時、うん、あとなんだろうね、バンモンメンバーの癖、うん、なんかあったかな。でもやっぱり癖かわかんないけど、みんな食べ物ずっと探してる気はする。確かにね。基本あとももとかグミちゃんはコーラを探してるよね。あと美佐子も、あ、自販機も探してるね。探してるね。それ癖かもしれないね。反射的に建物に入ると。ライブハウス着いた時とかね。そうそう、ジュースの種類をね、そうつい確認しに行くからね。しに行くね。それは癖かもしれない。はい、はい、そんな感じで私たちへの質問などをどんどん送ってください。メールアドレスはbanmon@allnightnippon.com banmon@allnightnippon.com です。たくさんのメッセージ待ってます。バンドじゃないもんのオールナイトニッポンモバイルなんだもん。それでは早速コーナーに行きましょう。今週のコーナーはこちら。サディスティック人生相談。このコーナーは私たち2人がモンスターたちの悩み相談に答えていきますが、グミちゃんは時には厳しいアドバイスもお願いします。はい、第2回目ですね、このコーナーは。そうだね、あのね、ももとやるのは2回目か。あ、もうグミさんはこのコーナーのもうレギュラーなんですね。そんなことない。それでは早速やっていきたいと思います。まずは埼玉県のラジオネームおじゃまんぼうさんからです。おじゃまんぼう。グミさん&バンモンさんに悩みというか質問があります。僕には付き合っている彼女がいます。週末にデートをしていますが、月末はお金がないので正直行きたくありません。基本的にデート代は僕が払っていますが、彼女にお金がないからデートしたくないとは言いたくありません。デートの時ってどれくらいのペースでおごればいいんでしょうか。こんなことに悩んでいる男を正直どう思いますか、ということです。でも悩んでる人いっぱいいそうじゃないこれ。確かにね。ね、確かになんかこう自然となんか女の子はおごられるものだっていうような風潮がね、はびこっていがちだからね。そうだね。しかもお金がないっていうワードを言うのすごいさ、あれだろうね、男の人的にはね。だって正直友達と遊ぶのでもお金ないから今日はっていうのって気まずいじゃん。なんか彼女にはね、こと言いにくい、ね。だから彼女がさこれ、気づいてあげられたらいいけど。そうだね。何の仕事してるとかさ、その大体わかるんじゃないかなと思うけどね。なんかしかも毎週末なのかな、週末にデートをしてるってことは。週末、あ、そうかね。大変だね結構。じゃあもうこのなんだろう、決めたらその土日で絶対いくらまでみたいな。2人ルールよね。自分の中でさ、自分の中でか、そう何円生活的な感じで。デートコースをそれに合わせて組めばね。そうだね。月末だけなくなっちゃうんだもんね。なんか月末になると散歩多いなみたいな感じかな。ママが言ってたピクニックいいじゃん。そう、ピクニック大作戦はピクニックにしたら、もしかしたら彼女が、じゃあ私サンドイッチ作ってくるよみたいなことになって、ご飯代が浮くかもしれないよ。そうだよね。それいいね。ね。ピクニックに行ったら、ピクニックに行ってください、ぜひ。月末は必ずピクニックに行くっていう。そうだね。ルールを作って。そうしたらさ、おごんない日を作るよりは手料理を作ってもらう日を作った方が、なんか気持ちのいい感じするよね。でもこんなことに悩んでる男性は別に嫌じゃないよね。嫌じゃないっていうか。全然偉いね、毎回おごってて。偉いよ、本当に。ね。ぜひ2人の幸せを願いつつ、ちょっと最後にグミ先生からおじゃまんぼうさんに一言お願いしてもよろしいでしょうか。はい。おじゃまんぼう、お前の価値はおごることだけじゃないだろ。くー。素晴らしいことをおっしゃいますね。いやだ、難しいね、言えないもんね。確かに。ピクニックに行っていただきましょう。それではまだあります。はい。続いての相談はラジオネームまんちゃんからです。先日友達の誕生日会に行く約束をしていましたが、気に乗らないので当日ブッチをしました。自分以外のたくさん友達もいるし、まあいいやって感じでしたが、心配した友達からはどうした?何があった?と心配する LINE も来ました。当日ブッチしたということもあり、その LINE は未読のまま、すでに3週間が経ちますが、どうしたら良いと思いますか?今でも心に引っかかってはいますと。なんかグダグダだね。当日来ないし LINE 読まないし、ちょっと罪悪感に今この3週間、こうじわじわやられてるんだろうね。そうだね。ね、そこでね回ってきてんだね。ね、でも未読のまま放置したことありますか？ない。私もうあんまりない、ね、既読で無視する。そう、意思表示大事だからね。そういや嘘つけと思わない。ずっと未読の人とかさ、確かにそんな開かないわけないじゃん、なんかその読む時間をあっちで調節してるなという感じはすごく感じてしまうよね。逆にそうなんかさ多少はわかるじゃん、なんか読んだら返す人っているけどさ、そうじゃないのね。そうね、あ、そうか。なんかでも時間経つほどさ今更言われてもみたいな気持ちになると思うんだよね。言われた方も、ああそうだったんだみたいな、ね、でも心に引っかかってんだもんね。どうしたらいいんだ。心に引っかからないよりは引っかかってた方がいいと思うけど。確かにそうね。もう次同じことはしないと思うしね、そのさ当日行かなかったことよりさその LINE をね、未読のまま3週間経ったことの方が面倒くさいことになっちゃったと思うんだよね。完全にそうだね。当日行けなかったことは何とでも言えたけど3週間何があったんだっていう3週間消息を絶ってるわけだからね、どういうのがいいんだろうね、3週間って、ちょっと個人的にちょっといろいろあって誰の連絡も見れてなかったんだ。あ、病んでた病んでたパターン。すげえ病んでたね。ごめんねみたいな。落ち着いたら言うわまだ病んでる落ち着いたら連絡するそれで逃れるそれかなこれでいいの、病んでる感じで攻め込む、定期的に病むキャラでその後がずっとね、大変だけどね、どうしたら良いと思いますか？グミちゃんだったらどうする？うっかり、じわじわこう3週間経っちゃったなって、全然病んでるキャラでいくなんかあった風を装う、でもね未読で3週間はないかもな。そうね、なんか気になっちゃってすぐ開いちゃうんだよね。わかる。ついそう早く開きすぎてむしろもうちょっと開かなきゃいけなかったっていう確かにすぐ返事できるとは限らないしね。そうそう見たところで。確かに。じゃあちょっとそこは心配してくれてるご恩に甘えて病んでた感じでいく、頑張れ頑張れ。でも友達は大事にねしつつね、今後はね心配してくれてるしね、して。それでは最後にグミ先生からまんちゃんに一言お願いします。はい。まんちゃん、未読無視する人が一番嫌いです辛辣。いや本当に既読無視にしてほしい。確かに、一番ね悪質かもしれません、未読無視はそんな感じで以上サディスティック人生相談でした。バンドじゃないもんのオールナイトニッポンモバイルなんだもん。今回もそろそろお別れの時間です。ここでバンドじゃないもんからのお知らせです。はい、バンモンフェスの開催が決定しました。イエーイ。まずは12月11日スピンオフ対バンイベント in 名古屋。会場は名古屋エレクトリックレディーランド。そして12月17日土曜日バンモンフェス2016ウィンター雪降る夜にフェスして、会場は渋谷 www&wwwx。 12月24日25日イブとクリスマスの夜はスピンオフ対バンイベント in 大阪。会場は大阪梅田クラブクワトロです。詳しい情報はバンドじゃないもんオフィシャルホームページをチェックしてくださいということなんですが、実はですね、このあといろいろ数日後、この放送の明日か、ちょっとね皆さんにはね、アンテナを張っといてほしいね、私たちの発信する情報に。そうだね、深くは言えないけど、うん、明日なんかあったりなかったりするかも、うん、気配を感じる何かの発表的なことの研ぎ澄ましといてほしいね。お願いします、お願いします。はい、さてリスナーの皆さん、この番組にメッセージをどんどん送ってください。私たちへの質問、番組の感想、そしてお悩み相談など何でも OK です。メールアドレスはbanmon@allnightnippon.com banmon@allnightnippon.com です。たくさんのメッセージ待ってます。そしてこの番組は毎週金曜日に配信されるので必ずチェックしてください。はい、あっという間にね終わっちゃいますけど、ももちゃんどうでした？あのね、痺れました、痺れました。はい、サディスティック人生相談のコーナーにハマってきている自分がいます。もももお悩み相談を送りたくなった。本当？そう、ももも最近1個悩みがあって、うん、ちょっとそれ今度こっそり送ろうかな。じゃあ、メールするわ、夜中に。分かった、メールでね。メールで聞きます。楽しかったな。楽しかったね、うん、またぜひブルーツインズ会もお届けしたいですね、うん、それでは今週はこの辺でお別れです。バンドじゃないもんのグミちゃんこと七瀬グミと、ももちゃんことアマテラス大桃子でした。以上、ブルーツインズでした。それではまた来週、バイバイ。